最初エイトンでやった時は実はもう20年前くらいに作ったある記事を記事屋さんが持っててくれて、はい、そのデッドストックを最初使ってたんですよね。その記事って何かというと、作ったのがその20年前ぐらいの当時に、岡山にその倉敷、まあ、それこそ倉敷宝石と言われる今でいうクラブ、その倉敷宝石っていうのが今はねほとんどね繊維あんまり作らないようになって、うん、でそこが昔は金棒、クラブ、あと日系とかって言われる戦前からある宝石メーカーっていうのの一つがクラブで、でマッカーサー元帥がその戦後日本に来た時に、あの上下のねベージュのあのパンツとブルゾーンというかシャツというかあれの生地っていうか製品は、当時なんかクラボーがマッカーサー元帥にそれ進呈したと、はい、でその進呈した時の、製品が残ってて、あるもう博物館に、でそれをあるその倉敷宝石さんの、人に頼んで、その博物館から盤だけ盗んでこいとだからもう手袋をして、まあ盗むというか借りてきて、その盤に見せてもらって、翌朝それを持って帰ってもう一回元に戻すって言われた、その製品が、あまりにもね肉があって綾が立ってて、でもなんか柔らかい、知能じゃないなっていう、でそれが美しかったんで、当時のレシピを、もう一回辿ってくれって言って、まだその戦後に作ったそのレシピが残ってて、で技術もそれに近いものも残ってたので、20年前ぐらいは一度復刻したと。でその後はね復刻ね、できなかったんですが、まあ限りなくその当時のレシピでやった、これはデッドストック版じゃなくてもう一回自分が作った、2号目です、うん、はい、なのでね普通のトレンチと言ったら、うん、もう少し硬くて、うん、下手したらベージュをシャンブレーで出してたりとか、うん、肉が薄くてちょっと硬かったりするのが、まあ、僕らの肉があるのに柔らかい。確かに。で、来た時のこういうシワがね、うん、なんかこうシワをいつもこう計算するんですけど、どういうシワが出たらかっこいいのかなとか、シワもこうデザインのうちの一つなので、うん、これはなんかこうね丸くて柔らかくてちょっと光沢が出るっていうのがこれの特徴なんですよ。うんうん、普通はもっとガキガキして鋭角なね、こういうキュッとした、うん、で光沢ももうちょっと出るっていうのが他の多分素材の特徴なんですけど、うんうん、まさにこう馴染んだっていうか、このシワの感じですね。でなんかよくあるのがこう、うどんとかってどうやってこし出すかって手でこうやってやるのって、はい、縦も横も伸ばすやんか、はい、でもう一回縦をここ変えてずっと伸ばしていくのが、普通機械でやると、はい、横だけは伸びるやんか、はいはい、であれがね横だけ伸ばしたのと縦横を、はい、伸ばしたのとはやっぱり腰が違うっていうのと一緒でね、僕らのね生地でね縦横にねそういう、ストレスをかけて追い込んだりっていうことを、これなんかはしてるからなんか妙な腰があるのに柔らかいとかねっていうのと一緒で、ね、なんかこれはねそういうストレスはかけて出したあれじゃなくて、これはね原料
原料と仕上げで出したあれなんだけどね、なんか縦と横のバランスが面白いこのですよね。すごい、普通のチノじゃない。うん、そう、チノってね、チノパンって言われるみたいに、やっぱりウエストポイントっていうだけあって、端子じゃなくて総子だから、だからこのさっきのギザギザがまず総子にすることによって少なくなるので、光沢も出やすくて落ちが出るっていうのがウエストポイントの特徴で、見た目はチノっぽいんだけどね、全然違うんですよね。裏もね、裏地つけるよりもやっぱりこっちの方が高くつくんですよね。うん、やっぱりもう裏もやっぱり綺麗じゃないとっていうので、うん、よくこうレストランに行ってコートを預けて、かなりいいところだったら、あ、いいコート着てるなっていうのと、あ、しょぼいコート着てるなっていうのは、その預かった人がね結構よく見てたりするから、はいはい、こういうのはね恥ずかしくない仕様にしとかないとっていうのも、ここはね意外とね裏が重要なんですよ。